どうも、中野実験室です。ジャンプの感想です。ロボレーザービーム40話、ダイゾンオープン最終日、丸6の感想です。いや、今回も面白かったです。一つ興味深かったのは、キャディをやっているトモヤの能力がちょっと描かれたところですね。高校時代のゴルフ部の、同期であり、またゴルフ部以前から友達だったトモヤは主人公のキャディをしているわけですけど、ゴルフプレイヤーとしての腕は今一つだったけど、風と、あとグリーン上のラインを読む能力が長けていた。だから、その能力がキャディとして生かされている。そのあたりはちょっと読んでいていいなと思いました。例えば青年誌だったりしたら、キャディの方が主人公のゴルフ漫画とかもあり得るんじゃないかなと、ふと思いました。そして、それ以外の本編の、感想ですけど、今週もドリアンが面白かったです。ロボが追い上げてきたから力むドリアン。どん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 力むドリアン。同行している山本選手は、おいおい大丈夫かと思っていたけど、力んで力んで爆発して爆発して、すごい距離を飛ばすドリアン。読んでいて楽しかったです。最後の最後まで、デッドヒートは続く感じだと思いますけど、正確さが売りのロボに対して、パワーと荒っぽさが売りのドリアン。いい対比だと思います。ここで、次回41話の予想をしておこうと思いますけど、残りレーザー3発分のうち1発ぐらいを使うってことがあるんじゃないかと思います。しかし、レーザーを使えば使うほど、体力は減っていくわけなので、終盤まで温存という可能性もありそうです。18ホールで最後の1発を使うんじゃないかなと思います。ドリアンは飛ばし屋でバンバン飛ばしますけど、それ以外の細かいプレーは、そんなに得意そうじゃないので、差は縮まったり、また離れたりっていう感じで、スコアは続いていくんじゃないかと思います。てな感じの、ロボレーザービームの感想でした。来週もとても楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら。